よっ。さあ皆さん、この画面を見て何か思いませんか？そう、私ゼペットを始めてもう1年が経とうとしています。やばくね？やばくね？もうゼペットさ、もうほんとつい最近ゼペット始めましたっていう気分なんだけど、実は私もうゼペットね1年経つと思うんだよ。今この動画一覧が10ヶ月前なんで、もうすぐ1年前の動画に飽きた。そう、まずねこの動画よ、この動画から全てが始まった。ちょっと見てくれ。はい、来た。ゼペットというゲームをね、今回からやっていこうかなと思います。でこのゲームね、昔ちょっと待って、このゲもうなんかさ、この右のアイコンとかも違うのよ。今のチャンネルアイコンと全然違うね。ことあるんだけど、その時全然機能が充実してなくて、うん、イケメンだな。あー、これアバター作ってるんだ。そう、私ね最初アバターがこれだったんですよ。皆さん知ってました？このテキトを知ってる人はゼペットでは古参の人だね。もうこれね一瞬で変えたねこれ一瞬で変えたね、まあ、よく考えたら全然可愛くないからねこれ。そうで、まあこの動画ではゼペットのチュートリアルみたいな感じで進めていったんだよね。で今回のまあメインとなるアスレチック、これはね、ゼペットの動画の2個目の動画、アスレチックで完全初見クリアしてみせる。うるさいうるさいうるさい。アスレチックで完全初見クリアをしてみせる。まあこの時もまだこのアバターだね。さあこれで、昔よりもアスレチックが上手くなったのか、これを検証していきたいと思います。この動画を始める前に、良ければチャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。グッドボタンの数、やっぱり1年経ったということで、いけるかな ?365。いいね。いけるかな、やっぱり1年365日経ったんで、365いいね目指してます。皆さんご協力よろしくお願いいたします。ちょっと動画、まずは見ようか。どんぐらいのアスレチックのうまさか。ちょっとここら辺かな、公式アスレチックやってるね。ちょっと見てみましょう。最初ここは死なないんだね。はいはいはい。うん、まあ、ここは余裕ですよ。一応ね、私も。なんか声違くないなんか声違うよね、俺。声変わりしたもしかして。あー、下手だな。そんなことある？あるよ。消えてくんだ。消えるよ。誰かが踏んじゃうと消えるのかな。違う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 、これ時間で消えるんだよ、ね、これ。おいおい、やめろやめろ。はいはいはい。あ、え、どういうこと？もっと刺さっと どういうことどういうことって、お前が落ちたんだよ。ジャンプジャンプジャンプで進んでいかなきゃいけないのかな。そうそうそう、はいはいはい。いや下手だな。復活したら結構下手じゃない。もうポン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 、ああこれそういうことそういうこと、うん、そういうこと、それがしたかった。え、これむずくない？やばいやばいやばい、落ちる落ちる落ちる、もう道が分かんない。あえ、あ、下手だね。めっちゃむずくない？これなんかサルゲッチ思い出すわ。なんでサルゲッチなんだよ。普通に難しいぞこれ。プレステ2レベルの難易度だ。あー、この時はちょっとねあんまり分かりづらい表現してたね。この女の子についてこう。あ、あれこの女の子についてストーカーすんな。いけるのでは。あ、あれ、もういけてる。うまいうまいうまい。いいのいいのいいのこれ。いいよでも間違ってないよね多分。はい、間違ってないね。よかった。いや俺アバターやばいな俺アバターめちゃめちゃ、ちょっと下手だね。ちょっと飛ばそうか。まあこれ公式アスレチックなんで、まあそこそこ難しいんですよ。この動画はあれかな、公式アスレチックしかやってないのかな。これクリアしたのかね、見てみよう。おやだ、こんなこんなシビアなゲームなんて聞いてない俺。うん、おお、頑張ってる頑張ってる。早送りしてるね。うんうんうん。お、いけてる、うまい。はい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 。あ、もう、いや燃え燃え尽きた。え、完全に諦めて怪物たちと写真を撮り始める。おいおいおい、撮るな写真を。マジかよ。かわいいな。いやこの頃の、いやちょっとさ、この頃の俺結構面白くない？まあ今も面白いけど、ちょっとこの頃の俺も面白くないですか？なるほどね。ちょっと公式アスレチックはリニューアルしちゃったんで、他にもないかな、アスレチック。あ、完全制覇。これ、クリアするまで終われないアスレチック、トイビレージジャンプっていうマップで遊んでるらしいから、ちょっとこれのうまさで決めていこう。そうです。待って、見た目変わってるよ。これがね、2代目敵となんですよ、見た目。最初があの気持ち悪い見た目で宇宙飛行士みたいな。で、次がこれ。3代目がピンクの髪で、4代目が今の青い髪なんだよ。今回は結構、アバター変えてるんだよね。トイビレージジャンプ
というワールドで遊んでいきたいと思います、うんうんうん、じゃその前に動画についたコメント読みましょうか。テキトさんに何か投げようと思うんです。この頃はね、みんなのコメントを読んでたんですよ。けど1000から3000円のものでゼムは2個ので DM で欲しいの写真でください。いやめちゃくちゃ嬉しいですね。でもやっぱり気持ちだけでもね、うん、嬉しいので今後も動画見てってください。あ、いいこと言うね。3万とか服買ったらすぐ終わるから。よしやりますか。そこでちょっとアンチコメントまではいかないけど、ちょっと嫌がらせみたいなコメント来てて、それについてこうなんか怒ってる感じの表情をしたってやつか。ゴールどこだろう。どんどん上がっていく感じだよね、うん、この頃はまだ身長高くしたりできなかったからね。ジャンプとか難しいんだよね絶対、うん、これサクランボかな。アメリカンな感じだね、うん、日本にこういう桜もないからな。あるよ。でソフトクリーム派手だな。これなんだ、うんうん、何これカビ。これ風船か。そしてカビではねえだろさすがに。で綿飴。そしてトッポ、うん、ブッドトッポ入りたいねこん中。そして階段入りたくもないな。でこれ結構つながってるかと思いきやね。はいはい、なるほどな。割と広いんで気をつけて飛んでいかないと。今のとこが初落ち。はい、綿飴踏んでトッポ、うん、はい、オッケー。そしてここ階段。これはトッポのとこ落ちすぎじゃない。何のおかしい。これね、これどう考えても歯車でしょ。全然お菓子じゃないんだが。でこれ魚肉ソーセージかな、うん、でこれは、ね、魚肉ソーセージではないな。ドーナツだなこれ。だってドーナツ、うん、ドーナツ。あれこれドーナツじゃなくない。これ飴じゃない。やばいぞ俺。これ目大丈夫かよ。ドーナツかパイン飴どっちかですかね、うん、おでハートのお菓子いいね。バレンタインっぽいね。今8月だけど。そうバレンタインっぽいね。8月だけどこれ面白い。7月だわ。そんで7月かよ。ってって、え、猫ちゃん、猫ちゃんの顔踏むの。うわーかわいそう。あーもう死んじゃったよ。ぜかーかわいそうかわいそう。よし、そんでこれ、うわ動くのちょっと大変だな、うん、お、キノコゾーンですね。もう完全にお菓子じゃなくなりました、ね、でこれウサギか。うわこれウサギ超水で、やだやだ。はい、ここね。ここ、あー結構でもさ割とまあ下手ではないよね。下手ではないけど上手くもないって感じだね。ちょっと飛ばそうか。どこら辺、何分かかってんだろう。まあ、編集してるからもっと実際は長いんだけど、ね、多分これ20分ぐらいかかってんじゃないかな。ちょっとゴールのとこだけ見ようか。なんか風吹いてんのかこれ。どうゴールする。これでゴールかな。電車が行った後にする。ここか、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 行けるか。来たじゃない。おー、すごい。来たこれ、もしかして。来たよ。ゴールとかないの。え、おめでとうとか一言もないんですか。フィニッシュって書いてあるわ。はい、というわけで今回はあー終わったね。なるほど、これ結構抜かせるんじゃないか。ちょっとやってみましょうか。トイビレージジャンプね。はいはいはい、よし。じゃあ1年ぶりのトイビレージジャンプ、え、チャプター 2? 待って 2があるんだけど、これ進化してるぞ前回より。ちょっと楽しみだ。じゃあこれやっていきましょうか。いやー1年ぶりのこのマップなんか感慨深いね。ちょっとこう緊張してきたわ。よし行きますよ。いやーこのアバターもねだいぶ進化しましたからね。私なんでなんかキューブ持ってない。俺いらんのだけど捨ててください。きたー。お、見た目変わってるかな。これチャプター2だから進化してるらしいんだけど、どうでしょう、変わってる。さあ皆さん、1年ぶりに来ましたよ。どうですこれ、全然変わってなくない。どうだろう。ちょっとチャプター2らしいんでいきましょう。じゃあ早速、あの動画1年前は20分ぐらいかかってたな。20分ぐらいかかってたけど、今回は何分かかるか、今8時40分、夜の8時40分なんですけど、これから何分かかるかやっていきましょう。位置についてよーいドン。さあ来たぜ。まあこのもうねこのマップの感想とか言ってるんで、まあちょいちょいこう飛ばしつつカットしつつやっていきましょうか。さあトッポ。このトッポに俺入りたいって言ったな。入りたいわけないだろう。あの頃1年前の俺は嘘をついてましたね。あとこれのことなんて言ってた、これかりんとうだっけ、なんか変なこと言ってたよね。でこれをドーナツ呼ばわり、まあこれ実際飴なんですけど、いやーまあやっぱゼペット始めたての時はね、これが何なのか全然わかんなかったね。やばくない？今んとこ何もミスってないよ。これパソコンでやってるんですけど、それでもやっぱ1年前よりかは全然うまいね。これは猫ちゃん。あーちょっとここ怖いな。で、赤い動くやつ乗って、
今んとこチャプター2って書いてあるけど変わってないね。あれかな、もう1年前の時点でチャプター2だったのかな。まあそれはちょっとよくわかりませんけど、さてさて、あ、なんか書いてある。これさ、多分韓国の方が作ったやつかな、気をつけてトレインが来てない時に行こうだって。やっぱさ、これ風吹いてたよね、すごく、うわーすごっ落ちちゃった落ちちゃった。やっぱこれ初見殺しだよね。いや初見殺しじゃないか、注意書きあるから。いや一回落ちちゃったけど、まあまだ2分しか経ってねえ。え、俺セーブポイントねえのかよ。来た、これで電車が向こうに行ってる間に行くと、よいしょ、よし、これで大丈夫かな。オッケー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 、今のうちに行くと。いやこれすごいよね、なんか1年前からあったワールドなのに、なんか最近できましたみたいなハイクオリティ、これはすごい。これはどっち、とりあえずセーブポイント、よしよしよし。これなんか迷った記憶あるな、どっち行くか。確か俺こっちから行ったんじゃなかったっけな、こっちから行ってみよう。さてさて、こっちかな、よいしょ。わーこれちょっと心配になってきた、難しい。うわーこれいけるかな、おーいけたいけた、ナイス。よっこらせよっこらせ、いけるかな。でも今んとこね、まだ1回しかミスってないですね。いや、やばいやばい、めっちゃうまいよ俺。セーブポイントは、あ、こん中セーブポイント、あ、結構難しい。いやーいやーこっからよ、結構この星難しいな、ここね、なんか頭ぶつかるのよ。だからもうちょっとこっちから、よしよし、こっからだ、黄色にジャンプ、オッケー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 、慎重にな、あのそこにセーブポイントある、セーブポイントまでは慎重に行こう。よし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 、いけてるいけてる。でもうすぐかな、結構長かった記憶ある、このマップね。あの当時、まあ1年前動画撮ってる時に難しすぎて、やべえこれ動画出せないかもなと思った記憶あるのよ、今思い出した。あー、さて現時点で、6分経過しております。今んとこまあ調子いいんじゃないかな。実際に前回のその1年前の動画でかかった時間が確か20分ぐらいだから、まだあと14分も猶予がある。まあ1年前と比べるなって話だけど。さあセーブポイント、いやまずセーブポイントありがたい。てかセーブポイント置く位置もさ、結構こう絶妙だよね。すごいこのマップ作った人ね、考えに考え込んで作ったと思うな。はい、でジャンプ、よしよし。でこれ左側は当たるな。よっこらせ、うわなんかちっちゃいの飛んでる。いやこれ1回で飛んだ方がいい、こうだな、そこ入るねえ。よし来た、なんかちょっと背景、じゃマップバグってきた、ちょ待って、なんかバグってるよ背景、ちょっと待って背景バグってるって、もうやだでジャンプ、これ結構もうすぐゴールじゃないこれ、あっやばいやばいやばい、来るこれ、慎重に、よしよしよし、え待って、前回ここ待って、すっごいバグってるけど、これはちょっと気にしないで。これさ、前回ゴールだったよね。あ、これがチャプター1だったんだ。これ1年前なかったこれ。チャプター2あるんだ。ちょっと後で行くとして、まずは、クリアタイム。9分30秒ぐらいかな。約2分の1?半分になりました、クリア時間が。これすごくない?やっぱりアスレチック1年やってれば、本来20分でクリアしたマップを10分以内にクリアすることができるということで、今アスレチックできない、難しいなって悩んでる君、1年やればなんとかなるなんとかなるというわけで、まあ上手くなってるという結果になりました。チャプター2行く前にね、ここまで見てくださった方、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。じゃあチャプター2ちょっとやってみよっか。さあこれ思い出になるぞ、また1年後にさ、チャプター3ができてて、またや、なんか何分でクリアできるか、次は4分でクリアみたいな、一発クリアできるんじゃないかみたいな、そういうのもありえるね。すっげえバグってんだけど、これ本来真っ白だからね、このトンネルみたいなとこすげえバグってるわ。これはなんだこれ、なんだこれ、え、なんか水出てる、え、なんだこれ、うわー、もうバグりすぎてわからん。あ、来た、お、すげえ、なんかチャプター2は海みたいになってるんだ、なるほどね。ちょっとゴール見たいけど、じゃあここからは落ちたら即終了でいこうと思います。これもなんか懐かしいね、企画的に。さあ行きますよ、落ちたら即終了、アスレチックチャプター2、用意スタート。うわすげえ気持ち悪い気持ち悪いな、鳥に乗ってる。まあ、鳥乗るのね、昔から夢だったんで嬉しいんですけど。
え、何これ、いやもうわからん。